こんにちは。アリンコ系 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルでは、アリの観察や飼育に役立つ情報を美しい映像とともに配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。この動画では、飼育中のアリに天然の虫を与える危険性についてお話しします。アリの命に関わる話ですので、アリを飼育されている方は必ず最後まで見ていただきますようお願いします。皆さんは飼育中のアリにどのような肉汁を与えているでしょうか。アリの繁殖にはタンパク質を必要とします。タンパク質の供給源となる肉汁としては、野外のアリは昆虫やミミズなどを食べていますが、飼育下のアリにはミルワーム、レッドローチ、コオロギ、シロアリなどが与えられます。私はこれまで、10日に集まってくる天然の蚊、蛾、クモ、ガガンボのほか、天然のバッタやコオロギなどを与えていたのですが、おそらくそれが原因で、胸赤オオアリと黒オオアリが病気になってしまいました。病気になったのは、女王アリと一部のワーカーで、おそらく感染症と思われます。病気になった女王アリは、コロニーの全滅を防ぐため、他のワーカーに病気が感染しないよう、ワーカーと少し距離を取り、また、栄養交換を拒否するようになります。女王とワーカーのやりとりを、早送りで見てみましょう。このように、女王アリはワーカーとの栄養交換に応じなくなります。病気に感染したワーカーは、画面中央のワーカーのように挙動がおかしくなり、最悪、画面上部のワーカーのように死に至ります。画面左下に出てくるワーカーも、お腹が小さく、じっとしたまま動かず、他のワーカーとも距離をとっており、健康状態が悪いことがわかります。こちらは黒オオアリの女王です。やはり、こちらもワーカーとも栄養交換に全く応じません。胸赤オオアリとほぼ同じ餌を与えていたので、こちらも同じ病気にかかっていると思われます。女王の挙動も少しおかしいですね。お腹も小さく、最近はしょっちゅうひっくり返っているので、思っている以上に危ない状態なのかもしれません。ではなぜ天然の虫が病気の原因だと言えるのでしょうか。例えば蚊は伝染病を持った動物の血液を吸います。クモはそのような蚊をはじめ病気を持った昆虫をたくさん食べています。バッタやコオロギなどは田畑に近いところにいる個体は除草剤や殺虫剤などの農薬の影響を受けています。蚊も不快害虫のため弱った個体は殺虫剤を吹きかけられているかもしれません。また、土や木材の中にいる昆虫は、冬虫夏草に感染しているかもしれません。このような有害なものを持った昆虫をアリに食べさせていれば、それはそれは病気になるわけです。では、アリが病気にならないようにするにはどうすればいいでしょうか。今回、学んだこととしては、ペットショップで販売されている、きちんと品質の保証された、餌用のミルワームやコオロギを与えた方がいい、ということです。生きた餌が苦手な方は、缶詰のミルワームやコオロギもあります。また、どうしても虫が苦手な方は、鮭フレークや鰹節、煮干しなどでも良いかもしれません。加えて、品質保証されている餌でも、飼育者の管理が悪いと、餌にカビが生え、それを与えれば結局病気になってしまうので、自宅での管理の仕方も大事ですね。また、コオロギなどの場合、水槽で死んだ個体を購入してしまわないように気をつける必要があります。今回の動画、いかがだったでしょうか。私を含め、今まで飼育中のアリに天然の虫を与えていた方は、
今回の動画をきっかけに飼育のあり方を見直していきましょう。コロニーが不調になるとダニが大発生し、飼育者も健康被害を受けることになります。アリは大事な家族の一員ですので、しっかり餌にお金をかけ大事に育てていきましょう。今回の動画を作成するにあたり、参考にした情報を説明欄に貼っておきますので、そちらも参考にしてもらえたら嬉しいです。この動画がいいなと思ったら、いいねやコメントをいただけると嬉しいです。またチャンネル登録もお願いします。 Twitter や Instagram もやっていますので、よかったらそちらも見てください。本日もご視聴ありがとうございました。